今月25日から31日は飲酒運転撲滅週間です。福岡市の博多高校で飲酒運転撲滅への願いを込めたイベントが開かれました。2011年2月当時博多高校の1年生だった山本寛太さんと水越隼人さんは飲酒運転の車にはねられ死亡しました。事故以来飲酒運転撲滅に取り組む寛太さんの母親山本美也子さんは息子の後輩にあたる生徒たちを前に飲酒運転ゼロに向けた思いを語りました。私たちのような自分の命も人の命も大切にできるそんな社会になったら、ああ飲酒運転やらなくなるだろうなって私はずっと思っています。講演後多くの人に届くようにと撲滅への願いを書いたメッセージカードとひまわりの種をつけたおよそ550個のバルーンが大空へと放たれました。そんな中、福岡県内では今日も飲酒運転をしたとして3人が逮捕されています。